第一次世界大戦中の1914年8月28日、ヘルゴランド島沖合の北海で起きたイギリス海軍とドイツ海軍との海戦である。圧倒的に軍事的優位に立つイギリス海軍がドイツ海軍を罠にかけ、三隻の軽獣民王冠と水雷艇を撃沈することに成功した。なお、英語での呼称はバトルオブヘリゴランドバイトとなっているが、英語で ヘリゴランド湾と呼ばれる湾は、ユトランド半島南部、ホルシュタイン地方から、オランダ国境までの北海に面した、ドイツ領が形作る湾のことで、ドイツでは、一般的に、ドイツ湾と呼ばれ、その入り口に、ヘリゴランド島があることからその名がついた。ヘリゴランド湾には、東からエルベ川が、南からベーザー川が流れ込んでおり、エルベ河口には、ブルンスビュッテル軍港が、 ベーザー川口に近いヤーデワンには、ビルヘルムスハーフェン軍港がある。ヘリゴランド湾では、ドイツの水雷定数艇が昼夜を分かたず、二交代の体制で、軽巡洋艦の護衛のもとに、警戒のため巡回しており、その状況は、イギリスの潜水艦によって監視されていた。その沖合のドイツ軍の警戒水域は、ヘリゴランド島の西側ほぼ25海里のところにあり、 1> 第1水雷隊の9隻の水雷艇が警戒に当たり、ヘリゴランドに12海里のところでは、第3総海隊軍の艦艇が常時警戒に当たっていた。これらの艦艇は、通報艦ヘラ、防護巡洋艦、アリアドネ、フラウエンロープ、シュテッティンなどで構成されていた。さらに8隻の軽巡洋艦が、エムス、ブルンスビュッテル、もしくはヤーデーデに待機していた。ヤーデには、 ドイツの巡洋戦艦が配備されていたが、ヤーデの沖合は遠浅の海域で、浅瀬のため出るに出られず、目立たないように隠れていた。イギリスの潜水艦隊の司令官、ロジャー・キース大将が、ドイツ側を罠に誘い出すための作戦を計画した。ヘリゴランド島は、実のところ強固な守備体制をとっているが、島の砲台の射程外では、圧倒的優位に立つイギリス艦隊にとって、 ドイツ艦隊はたやすい獲物になる。イギリス潜水艦隊とハリッチ戦隊はディリット大将の下にドイツ艦艇を騎士から誘い出して挟み撃ちにする作戦を立てた。何隻かの戦艦がこれらの艦艇をドイツ軍の増援部隊の到着を妨げること、これにはグランドフリートが遠距離から支援することになった。キース大将はこの計画を イギリスの初代海軍大臣ウィンストン・チャーチルに提出し、採下を得ていた。計画は、それでも、ナオダ・ブトン、スターディー作戦部長によって修正が加えられ、支援は C 部隊と巡洋戦艦インビンシブル、同ニュージーランドを要する軽部隊が当たるということになった。グランドフリート本体を出動させるまでの必要性はないと考えたのである。イギリス軍の攻撃は、 8月28日に予定された。ティリット大将の部隊とキース大将の部隊は26日と27日にそれぞれ出撃。先陣は収益したばかりの軽巡洋艦、アリシューザ、これを機関とした。その他に軽巡洋艦、フィアレスと31隻の駆逐艦。第二陣は8隻の潜水艦だった。当然、グランドフリート司令長官。 サージョン・ジェリコー大将には報告されたが、それは作戦実行の8月26日になってからのことであった。ジェリコー提督はドイツ軍の基地にこれほど接近して展開される作戦の成功への見込みが希薄すぎると考え、大英帝国艦隊の投入を提案した。その案については、スターディがその必要なしと答えたが、希望ならば、 さらに巡洋戦艦の増援もやぶさかではないと答えた。ジェリコーは、チャーチル海軍大臣に、自分は、ティリット大将とキース大将を支援するために、サーデビット b ティ中将を率いる巡洋戦艦の一戦隊とウィリアムグーデナフ大将の、軽巡洋艦の一戦隊を増援に派遣すると報告した。海軍大臣は、あろうことか、この件を、 ディリット大将とキース大将に知らせるのを失念してしまった。ドイツの諜報部門は、このハリッチ艦隊の動きを察知し、家出に待機していたドイツ軍の戦艦に警報を送っていた。いずれの側も他方を罠にかけようとしていたのである。8月28日の夜明け浮上した、イギリスの潜水艦がヘリゴランド島西30海里の地点に到着した。 小屋さぎりの試し会は悪く、1000メートルもないかの状態であった。最初の遭遇は5時26分頃である。イギリスの潜水艦 E26 が水雷艇 G194 を目視で確認。発砲したが命中せず、水雷艇の側でも潜水艦に魚雷で応酬しようと試みるが不守備。水雷艇からの通報でヘレゴランド島から第五水雷隊が、 潜水艦狩りに出撃してきた。それからおよそ1時間遅れで、水雷艇 G194 は、間もなく4隻のイギリス駆逐艦に遭遇、それに追い立てられるようにして、南西方向に逃走する。ヘリコランドワンの防衛責任者のフランツフォンヒッパー海軍少将,将は、これは駆逐艦だけで対処できる事態とみなし、水雷艇に2隻のボンゴ寿命艦、 フラウエンドオープとシュテッティンを支援に行かせ、それ以上の対応を取らなかった。ビルヘルムスハーフェンでは、視界は完全に晴れ渡っているとのことで、フランツ・フォンヒッパーは、これはヘリゴランドと状況は同じで、巡洋艦は優位に立つ敵を適宜に確認し、それを回避できるだろうと考えた。しかし、ビルヘルムスハーフェンに、イギリス艦隊発見の報告がなされたのは、昼を過ぎた頃で、 干潮のため、巡洋戦艦は、水深が浅すぎて出撃できず、適切なタイミングでそれを追撃することができなかった。午前7時頃、ドイツの第5水雷隊は、突如、イギリスの軽巡洋艦、アリシューザ特区艦の一体に遭遇し、戦闘の末、ヘリゴランド島に退却した。その際に水雷艇、S13 と V1 が被弾し、かなりの損傷を受けた。 これに対して、ドイツの沿岸砲台は、霧のためほとんど応戦することができなかった。偵察巡洋艦、フィアレス及びその支援艦艇は北方を並行して進行していたが、戦闘には加われなかった。イギリス軍は、それに続いて、ドイツの第二の防衛ラインに到達したが、8時直前になってようやく、小型巡洋艦、フラウエンロープ、同、主鉄点に捕捉された。 警察巡洋艦フィアレスは直ちに主徹点を目標に定め、時間をヘレゴランド島方向に旋回しようとした。その間、小型巡洋艦フラウエンロープが軽巡洋艦アリシューザに多数の命中弾を与えていた。アリシューザはこれでかなりの損傷をこむる。イギリス軍はこれで反転を余儀なくされ、軽巡洋艦アリシューザは8時30分頃手追いの、 敵艦の追撃を諦めるに至った。水雷艇 V187 走行している間に、キース大将は駆逐艦ラーチャーが増援部隊として到着したのに気がつく。しかし、彼は援軍が来るという連絡を受けていなかったため、それをドイツ海軍の艦船と思ってしまった。ただ幸運な偶然のおかげで、様々なイギリスの艦船の間では、とんでもない誤解には至らなかった。 そんな事態が十時少し前まで続き、間もなく5人は払拭された。イギリスの潜水艦 E-6 の魚雷が間違って、軽巡洋艦サウサンプトンに魚雷を発射1本命中し、軽損を与えた。同様に巡洋艦が敵艦の脇腹に昇格を突き込もうとして失敗したりしている。さらに北方ではグーデナフ大将がティリットの艦隊の支援のために、 巡洋艦ロッティンガムと巡洋艦ローストフトを派遣しようとしていた。この2隻は途中たまたまイギリスの艦艇に追撃されていたドイツの水雷艇 V187 に遭遇。それを9時10分頃、その圧倒的に優位な砲火でいともたやすく撃沈した。イギリス軍が生存者を救出している間に小型巡洋艦シュテッテンが戦場に到着した。駆逐艦は 沈没し始めている艦と、その生存者を乗せた救命ボートをそのままに行きして立ち去るしか術がなかった。イギリスの乗組員とわずかなドイツ側の生存者は後にイギリスの潜水艦によって救助された。環境でもはや監視の任務に就くことのないドイツ人将兵もコンパスと両職等を携えてヘリゴランドへ戻った。イギリス軍の前から退却した小型寿命艦。 出ュ点の報告によれば、通報艦ヘラ、並びに小型巡洋艦アリアドネも、その紹介任務の地点まで交代していた。ドイツ側の増援としては、ビルヘルムスハーフェンから小型巡洋艦ケルンが、エムスから小型巡洋艦シュトラスブルクが、出撃していた。ティリットは、戦闘の合間に、分散した時間帯の駆逐艦を組織し直し、西の方向に反転させるのに活用した。 この瞬間、小型巡洋艦シュトラスブルクが南西の方角から砲撃してきたが、偵察巡洋艦、フィアレス特築艦に行く手を遮られた。それに続き、小型巡洋艦ケルンも攻撃に参加したが、やはり同様に追い払われた。小型巡洋艦シュトラスブルクが改めて軽巡洋艦、アリシューザに攻撃を始めてきたとき、ティリットは BT の巡洋戦艦に応援を依頼した。これは、 嫌いと潜水艦の危険があったにもかかわらず、それを快楽した。幸い駆逐艦軍がシュトラスブルクを追い払うのに成功したが、駆逐艦の何隻かは小型巡洋艦マインツに激突した。11時50分頃、グーレイナフ大将が巡洋艦隊を引き連れて戦場に現れた。これで小型巡洋艦マインツは尻尾を巻いて逃げ出すところ、ハリッチ艦隊の方向に反転してしまった。 これで、ドイツの巡洋艦のソーダは、偵察巡洋艦、フィアレスからの着弾で麻痺し、マインツはもはや身動きのできない状態に陥った。激しい海戦の挙句、ドイツ側は3隻の駆逐艦が破壊され、イギリス軍は12時25分頃、戦闘不能となった艦船への放火を停止し、生存者の救出を始めた。放火を浴びせられた艦は40分くらいの後に沈没した。 生存者が BET の巡洋戦艦に移乗させられてきたとき、彼は勇敢なる将兵諸君、君たちを我が艦隊機関にお迎えできて、誇りに思うと挨拶した。その間にも小型巡洋艦ケルンとシトラスブルクは、すでに大きな損傷を受けていた軽巡洋艦アリシューザに攻撃を仕掛けていたが、アリシューザは BET 中将の巡洋戦艦隊により救出された。 はるかに強大なイギリスの巡洋戦艦を前にして、2隻の小型巡洋艦は戦場を離脱しようと試みた。小型巡洋艦ケルンは、直ちにかなりの被弾を受けていたが、13時頃、小型巡洋艦アリアドネが救援に駆けつけ、ようやくそこを逃れることができた。乗組員の一部は、後に小型巡洋艦団地費に救助された。 小型巡洋艦ケルン小型巡洋艦シュトラスブルクが霧のおかげで窮地を逃れようとしているとき小型巡洋艦ケルンは13時25分巡洋戦艦ライオンに見つかり激しい戦闘の結果撃沈されたシュトラスブルクの陸民は1名しか救助されなかった海戦はこれをもってその幕を閉じた小型巡洋艦シュテッテンと同シュトラルズンとは 逃げ延びることに成功し、後になって戦闘に参加するべく到着したドイツの巡洋戦艦と合流した。大きな損傷を受けた軽巡洋艦アリシューザは装甲巡洋艦フ具ーによってイギリスまで栄光された。ヘルゴラント海戦はイギリス側の明白な勝利に終わった。ドイツ海軍は3隻の軽巡洋艦、1隻の魚雷艇、1200名以上の将兵を失ったが、 イギリス側では、軽巡洋艦アリシューザが損傷を受けたに止まったからで、ある。イギリス側の将兵の損失は、わずか35名に過ぎなかった。この海戦は、ドイツの作戦の拙さを露呈させることになった。つまり、巡洋戦艦は、家での軽流地点から出撃のタイミングを逃したし、またそれぞれの艦艇が、個々に連携なしに戦闘に送り込まれるという戦術の、 つたなさもこれにたたった。彼らはもちろんそのことに気づいていたにもかかわらず、ドイツの艦船はいつも後手に回ったのである。この敗北を見て、皇帝は今後いかなる海戦も彼の再下なしに遂行を許さないと言命した。イギリス人にとって、このドイツ海軍の水域における勝利は、参加した各艦隊の連携も、不完全な形でしか機能しなかったものの、 ドイツ軍のフランス侵攻を目の当たりにしている以上、ある意味心理的に重大な成果でもあった。ありがとうございます。